白川藩。白川藩は、江戸時代に、道の区国白川郡白川、現在の福島県白川市周辺を治療した藩。藩庁は、白川城。市藩として、一時期存在した白川神殿藩がある。白川の地は、古代においては、白川の席が設けられ、大内方への出入り口として、幼少の地となっていた。江戸時代になっても白川藩の占める地は、 大府地方の戸様大名の抑えであり、初代の庭氏を除いては有力な審判、不代大,大名が頻繁に入れ替わった。三方領地会が三度も行われた藩でもある。戦国時代後期からは一時合図藩領となった。江戸時代初頭の官営四年、1627年、道の区国棚倉藩、福島県東白川郡棚倉町より、庭長しが十万国余りで入り、 白川藩が成立する。長重は白川城とその城下町を建設した。寛永20年1643年第二代藩主、道重の時、庭氏は道の区国日本末藩に天保となった。同年、上野国立林藩より、坂木原忠司が14万国で入部した。忠司は母が徳川家康の命にあたることから一代に限って、 松平聖を許されていた。慶安2年、1649年、張馬国姫寺藩に天保となる。代わって、越後国村上藩より、本田忠義が十二万国で入部する。忠義は、神殿開発に力を注いで、実高一万五千国を加え、慶安3年から4年、1650年、1651年には、検事を行って、 さらに実高三万七千国を加えた。さらに、不課税の別病を記して、増収に努めたが、年貢増にあえぐ領民が反発、減免を求めて幕府への直訴を招いた。第二大藩主の忠平の時、天那元年、1681年に、下屋国宇都宮藩へ天保となった。入れ替わりに、同地より、奥平松平家の松平忠平が十五万国で、入部する。 病に伏した松平忠弘は、過労、奥平金夜と黒谷、一馬の対立を収めきれず、元禄五年、1692年、お家騒動のため藩主平門の上、出羽国山形藩に天法となった。入れ替わりに、同地より、越前松、平家の松平直則が十五万国で入部した。苦しい犯罪性の中、家臣の六高を現じるなど、 財政改革を断行したが、これに反対する、時派により中断を余儀なくされた。教法5年、1720年には時派が進めた、強引な増税が大規模な農民一揆を引き起こした。第三代藩主、吉友は、目安箱を設置して、藩政改革に努めたが、官方元年、1741年に、姫路藩へ転覆となった。代わって、越後国高田藩より、 九州松平家の松平正しが、高田藩領だった、越後国柏崎の所領と共に、都合十一万国で入部する。この久松松平家は、徳川家康の異布帝、久松貞勝の三男、貞綱の系統であるが、第二大藩主の帝国の後に、御三京、田康徳川家初代当主、徳川宗武,武の七、男が入った。これが後に、 老中主座に進み完成の改革を行った第三代、藩主、貞信である。文政六年、1823年、次の貞長の時に、久松松平家は、丘陵の伊勢国区罠藩に天保となった。代わって、武蔵国忍藩より、安倍正賢が十万国で入部する。以後は幕末まで、安倍家が八代四十四年間在封した。幕末に、 分家の旗本から本家を相続して、第七代藩主となった正人は、間もなく、老中となり、上位派の反対を押し切って、兵庫開港を決定したが、結果的にこれが、あだとなって、老中を罷免され、四万国を減放された。慶応二年、八百六十六年、第八代藩主の生成の時、棚倉藩に転覆、白川藩領は、二本松藩の預かり地となったため、 母親戦争時は、藩主不在で、継争の地となり、白川城は戦火によって、大藩を消失した。慶応四年、1868年2月、清々は、白川藩に復帰したが、同じ年の明治元年12月、再び、棚倉藩に天保となり、白川藩は、廃藩となった。以後天領、天皇御領地となり、明治2年、1869年8月に、 白川県が設置された。明治4年1871年7月の廃藩地県を挟んで、同年11月に日本松県となり、その後に福島県へ編入された。大広的様十万国、1627年から1643年。定官官、不代十四万国、1643年から1649年。定官館、 不代十二万国、1649年から1681年。審判十五万国、1681年から1692年。審判十五万国、1692年から1741年。定官官ため官、審判十一万国、1741年から1823年。元官、不代十万国。 1823年から1866年、1868年、1866年から1868年、1868から1871年、白川神殿藩は、江戸時代の一時期、白川藩領内の神殿を治療した藩、奥平松平家の時代と、越前松平家の時代にあった。元禄元年、 1688年、松平忠隆が、白河藩主で養父の忠広より二万国の神殿を分治されたことに始まる。忠広の着死、清照の病弱を理由に、天那元年、1681年に、次期白河藩主として迎えられた、忠氏だったが、清照の着死、忠政の成長により敗着となった。これにより別家として、新田二万国を与えられたのである。 元六十三年、千七百年、忠政が、出羽山形藩より、貧乏福山藩に天保となったのと同に、忠だも道のく氷藩に違法となり、廃藩となった。新藩二万国、千六百八十八年から千七百年。聖徳元年、千七十二年、松平千隅が、白川藩主で、兄の元地より一万国を分与されたことに始まる。価格は、 本来なら審判であるが、陪審ということで、普代大名に列した。地球史の子で、第二代藩主、吉友は、教法十三年、1728年、元地の養子となり、白河藩の次期藩主に決定したため、藩領は、白河藩に返還され、廃藩となった。不代一万国、1712年から1728年。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。